間在籍させていただいたので、はい、とっても寂しい気持ちもありますし、はい、このコスチュームがもう着れないっていうのがやっぱりちょっと本当にまた着たいなってもう着れないのかっていう気持ちになってます。やっぱり9年前は高校生だったっていうのもあってこの、はい、なんでこの衣装を着るのにちょっと抵抗が、まあ、やっぱりう、ね、ガーターとか着たことなかったんで私はこの9年間で悔しかったことは、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ名前を教えてください。はい、シュートガールズのアキラです。ありがとうございます。なんか今日のね、シュートボクシングの大会で、はい、卒業シュートガールズを卒業されると、うん、はい、9年間勤めたシュートガールズを今日で卒業します。はい、どんなお気持ちなんですか。やっぱり長い間在籍させていただいたので、はい、とっても寂しい気持ちもありますし、はい、このコスチュームがもう着れないっていうのがやっぱりちょっと本当にまた着たいなってもう着れないのかっていう気持ちになってます。で、で9年前、うん、18ぐらいの時から、はい、18歳の時はもう9年経っちゃったからそんな気持ちじゃないかもしれないけど18歳の時はコスチューム初めて来た時はどんな気持ちだったんですか。やっぱり9年前は高校生だったっていうのもあってこの、はい、なんでこの衣装を着るのにちょっと抵抗が、まあ、やっぱりう、ね、ガーターとか着たことなかったんで、あとやっぱり緊張は今よりもしたんですけど、やっぱりでも今も変わらずやっぱり戸惑いはあります。着るたびにはみ出してないかなとか大丈夫かなみたいな今でもあるけど昔ほどじゃないかな。やっぱり昔は目の前で先輩方が着替えてるのを見て、そうか、新人なのね、圧倒されて恥ずかしくないんだっていう気持ちにさせてくれるのはやっぱり先輩方ではあるから、そっからやっぱ慣れてきて今になるので、前ほどのそのなんか戸惑いとか緊張感なんだけど、やっぱりこう気になる部分は満たしてもらう。ああ、そうだ、はい、そうですよ、うん。でもこの衣装って、はい、まあ、9年だって、うん、なんだろう、恥ずかしいってどういう場面で、まあ、おそらくどういう場面でっていうのも常に恥ずかしいんでしょうけどどういう場面が一番あの恥ずかしいものなんですか。もう恥ずかしさはないんだよな。あ、そうなんだ。もう恥ずかしいとかも思わないけど、うん、なんだろう、恥ずかしいとは思わないけど、知り合いとかに、お疲れ様ね、知り合い、知り合いとかいるときは緊張するけど、恥ずかしいとかはあんまり思わない。もう慣れてる。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません、気をつけて帰ってね。ありがとう。もうね、新しい可愛い子たちが入ったので、いや、もう次に託そうっていう気持ちに。え、それは自分で決めたもの。はい、自分で決めました。え、それは決めなければ。あ、そうなの。きっかけは逆にじゃあやめようってやめるとか、これで卒業だって決めるきっかけは何だったんですか。でもやっぱりきっかけは新しい子たちがいっぱい入ったことがきっかけで引退を考えるようになって、今まで先輩が行って、うん、私たちが後輩でやってて、で次は私たちが先輩になって元になって立ってやってる時期もしばらくずっと続いてて、でまたいっぱい入ってきたので、もう次は次の世代に、うん、じゃないけど、うん、もう楽しいからずっと続けたくなっちゃうんですよ。来年もやりたいって思っちゃうけど、今も思ってるけど、やっぱりいつかは卒業しないといけないから今かなって、うん、ちなみにこの後はなんか、なんだっけ、ツイッターかなんかにあったじゃないですか。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。声だけさんがお疲れ様です。でも、せっかくなんで、お顔が出したらいいよ。もう私服やから。あ、そうか。はい、後輩。はい、元気です。またね。ここでやって。またね。またね。またね。ありがとう。ありがとうございます。バイバイ。同い年に見えない。バイバイ。ありがとうございます。スペシャルゲストです。お疲れ様でした。
な可愛いです。いいね、もうみんな可愛いから、もうあとは全てを任せられるメンバーです。うん、10年間の間にいろんなことがあったと思うんですけど、はい、ご自分で覚えてること、一番印象深いことって何があるんですか？それで言うと、私本当18の時からやってるので、はい、今、トップで戦ってる選手たちがまだ出たてだった。それこそ笠原選手兄弟だったり、浜田選手兄弟だったり、まだ本当に出たての頃、アマチュアまではいかないけど、出たての頃から今見てるので、やっぱりこう試合のスタイルだったり、練習の過程、どんどん強くなってくる過程を見てるので、この印象、この試合が印象的というよりかは、こうずっと長きにわたって、うん、成長を見てきたっていう、はい、見てきたっていう感じ、顔みたいですね。はい、ありますね。え、でもさ、中でもこの場面とか、多分ノックアウト初めて見たとき、はい、どう思うんですか？ノックアウト KO、 うん、そう、バーンとパンチとか切って、相手がパーンと倒れるわけじゃないですか、はい、ね、ほとんどリングサイド最前列で、もうわけでしょ、うんうんうん、どう、まあ、驚くのは驚くだろうけれども、やっぱり最初は格闘技への免疫がついてなかったので、やっぱり衝撃はすごくあって、目の前で見ててすごい怖いなっていう印象がやっぱりありまして、でもどんどん試合を重ねてくれて、やっぱり格闘技って面白いなって思いましたし、シュートボクシングの魅力をどんどんこう知っていけたので、本当に面白いなっていう気持ちがあります、今は、うん、当時は確かに怖かったですね。もうかなり見慣れてきてる、うん、そうですね、うん、なんだろう、印象の深い会場とか、会場、うん、なんだろう、前誰かが何だっけ、そのなんだ、階段を見るときに焦げたとか、はい、あとなんかすごいヒール高いし、ね、うん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 、あと、なんだろう、真っ暗で、あとドーンと演出が、はい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 、うるさいだったみたいな、はい、なんかありましたね、うん、それで、なんだろう、すっごく印象に残ってることか、こけたことはあるんですか？転んだことですか？転んだことはないですけど、うん、つまずいたことは何度も、あ、すみません、はい、あります。階段から落ちた経験は私はないんですけど、そのなんだろうな、リング上で音ってなったことありますし、私はこの9年間で悔しかったことは一度も手を振り返せなかったっていうのがあって、っていうのはあのラウンドボードが結構重いんですよ。今は前よりも結構重いんですけど、前はちょっと軽くて、みんなこう手を前ほど振り返したんですけど、私は怖くて一度も手を振り返せなかったっていうのがちょっと心残り。あ、今日も今日もで、はい、だから今はボードが重いからみんな手振ってないけど、昔はこうみんな振ってたっていうのもあるから、私はそうどうしてたかっていうと、大きくうなずくって、ちゃんと分かってるよってうなずくっていう感じでした。さっきこうね、最後の場面でこうみんなにこう手振ってたじゃないですか、はい、じゃああれはなんかこうね、その、うん、触れなかった思いも含めてっていう感じ。そうですね、うん、やっぱり試合終わった後とか両手が空いてる時は、そうですね、うん、アキラさんこの後何をする？この後ですか？あ、この活動ですか？うん、私は主にあのモデルのお仕事をしてて、はいはい、スチールだったり、はいはい、ファッションショーだったりとか、はいはい、まあ、映像系だったりとか、いろんなお仕事をさせていただいてるんですけど、そっちを中心にお仕事を今後していこうかなっていう、うん、はい、ラウンドガールを、まあ、辞めるってだけで、うん、まあ、仕事自体は変わらないですし、結婚もしません。お、まだ、あ、しませんか？まだね、いつか。そう、なんか言われて、結婚するのも言われたけど、まだし、まあ、ちなみにこれをシュートガールズやりたいと思ったきっかけは何だ？やりたいと思ったきっかけは、この最初にポンって入れられた時に見た先輩たちの
堂々とした姿に圧巻されて、かっこいいなって思ったのがきっかけで、やりたいなって思いました、ずっと続けて。でも一発でゴールしてもらうか、最初は確かシュートガールズの人数が足りなくて行ったんですよ私。なるほど。 それでその次くらいにオーディションがあって、改めてゴールということでレギュラーになったんですけど。なるほど、うん、ちなみにこれ言える範囲ですけど、ギャランティーとかそんなこういうのが、ギャランティーはノーコメントで。まずはそうだね。シュートボクシングは本当に大好きで、はい、選手の皆さんも本当にいい人、もう裏でも表でも愛想はいいし、ちゃんと挨拶が返してくれるし、みんな性格が良くて、そんな選手たちの集まりだから私も応援したいと思ったし、今でも大好きだし、楽しいし、もうね、私は好きがあふれてる、好き、もう本当シュートボクシングすごい好きだから、私シュートガールズはやめちゃうけど、これからも普通に遊びに来てね。ああ、なるほど。あれば注目する選手とかいます、まあ、いっぱいいるでしょうか。いや、いっぱいいますよ、いっぱいいるけど、やっぱ同性の美咲選手にはどんどんもっともっと上に行ってほしいし、海斗選手は世界で活躍してほしいですし、山田兄弟はね、もっともっと強くなると思うんで見逃せないし、笠原選手もね、笠原兄弟も今よりももっと強くなるじゃないですか、絶対に。一瞬でも見逃したら多分もう、なるほど、シュートボクシング解説できますね。いや一応シーザー会長にも一応ね、うん、はい、ね、なんかかけとか言葉とか覚えてます？お疲れ様って言っていただきます、ね、だからね、お疲れ様。9年前にそんなにやると思った、思ってなかったです、こんな長い間、はい、うん、なかったですね。気がついたら9年経ってたって感じ。あ、前にね、語りは大事、面白いからね、そうですか、うん、宇宙も4回、4号を聞かせていただきました、私は、え、これ一応返すんですか？もちろんもちろん返す、欲しいです。もうそうだ、1着くらい欲しいね。確かに、思い出としてはそれは分かるね。分かりました、ありがとうございます、はい、まあ、じゃあ最後に言葉、はい、をいただいて、はい、はい、シュートガールズのアキラです。9年間勤めたシュートガールズを卒業します。結構長い間在籍させていただいて本当にありがとうございました。シュートボクシングで出会ったファンの方だったりとか、私のことを知ってくださった方も多くいると思うので、その方々にも今後も応援していただけるように私のお仕事を頑張っていきたいと思いますので、引き続き見守ってください。応援よろしくお願いします。9年間ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、本当ありがとうございました。大丈夫ですか？全然喋りすぎたかな。